LPGA メディヒール選手権、初日6日、サピコイクラブ、例カリフォルニア州6635ヤードパー、72。今日開幕の大会は、現在、午前組の選手がプレーしている。3戦ぶりの予選通過を目指す、渋野ひな子は、先ほど前半のラウンドを終えた。スタートホールの10番は、30ヤード打ち下ろしの難関パー3。ここで14メートルから3パットのボギーを喫すると、 続く11番パー4も3打目のバンカーショットを寄せきれず連続ボギーとバタバタした立ち上がりになったそれでも12番パー4でセカンドショットを手前1メートルにつけてこの日初バーディーを奪うとさらに15番パー4で2メートルのチャンスをものにして振り出しに戻したそのままイーブンパーで後半のアウトコースへと入った日本勢は午前組で誘う生優花古江彩香もプレー中 一番スタートの佐藤は1アンダーで折り返した。古江もイーブンパーで現在8番をプレイしている。上原彩子は日本時間7日午前5時16分に1番からスタートする。参戦ぶり予選通過へ渋野日向子は難関ホールでボギー発進。佐藤優香も同時刻にスタート。米国女子ツアーの米本土6連戦を締めくくる大会が開幕。 日本時間午後11時36分には渋野ひな子が10番ホールからスタートした。ここに試合連続予選落ちと苦しい戦いが続く中、いい形でこの後の韓国、日本での大会に向かうため活躍が期待される。予選ラウンドはケリータン、マレーシア、ウィチャネ・メーチャイ、タイのアジア勢2人とプレーでスタートホールは30ヤード打ち下ろしでグリーンの傾斜も激しい難関パー3から。 このティショットを真ん中ピンに対しグリーン左に乗せたが14メートルほどのパットは2メートルほどショートしてしまう。パーパットはカップ右を抜けボギー発進となった。同時刻には1番から佐藤優香もプレーを開始。このほか日本勢は古江彩香、上原彩子が出場。 震えは日本時間7日午前0時12分に10番から、上原は同5時16分に1番からそれぞれスタートする。調子は悪くないと思う。LPGA メディヒール選手権に意気込み。米カリフォルニア州のサティコイクラブで10月7から10日に行われる LPGA 女子ゴルフツアーの LPGA メディヒール選手権が7日からワウワウで放送される。 大会を前に、古江彩香、佐藤祐香、渋野日菜子、上原綾子の4選手が意気込みを語った。古江選手、いよいよ今週の7戦目で区切りとなりそうですが、コースの印象はどうでしょうかすごいアップダウンがあって、グリーンもスロープが結構急な傾斜だったりするので、ショットの距離感も大事だと感じています。 バックナインもフロントナインもグリーンが奥から手前に傾斜しているホールが多いかと思います。それが本当に多いので短いホールだったりするとバックスピンを気をつけるとかいろいろ気にしないといけないと思います。まだグリーンは遅そうですがどのあたりがキーポイントになってきそうですか同じ段に乗せたりパターでもちゃんと距離感をしっかり寄せたりしてうまく2パッワ1パッドでいけるようにしたいです。 伸ばし合いになりそうですかそうですね。そうなるかなと思います。今週で、米国での試合はひとまず終わりという感じですが、どんなプレーをしたいですかとりあえず最後なので、まずは予選通過して、また上位で争っていけたらと思います。佐藤選手、ロサンゼルスに行きましたが、コースの印象はどうでしょうか結構アップダウンのあるコースだと思います。調子はいかがでしょうかまあまあです。 コースのキーポイントはどのあたりになると思いますか ?T ショットが大事になってくるんじゃないかなと思います。ウェッジで打ち上げるあたりのスピンバッグなどの計算はどうでしょうかグリーンも少し遅かったので、先週と比べたらやっぱりスピンは結構かかるんじゃないかと思います。今週の目標は、いつも通り楽しんで予選通過できるように頑張りたいです。渋野日な子選手、 いよいよロサンゼルスでの試合ですが、コースを回ってみて、どんな印象ですかかなりアップダウンもあるのに狭いですし、グリーンのアンジュレーションもすごいので、ちょっと難しいなと。グリーンもちょっと小さかったりすると思いますが、キーポイントはどのあたりでしょうかまず、フェアウェイは広くは感じるけど、狭いホールは狭いし、刻まないといけないけど、木が邪魔になるところもあったりして、 ちゃんと安全なところにしっかり打っていけるようにしたいです。で、そこからしっかりグリーンオンできるように、距離が短いと、傾斜が強いと戻ってきたりするから、気をつけています。グリーンが柔らかくて遅そうなことに加え、また、とはな、芝っていう感じですが、いかがでしょうかいい状態とは言えないのかな、っていう感じですね。でもその分、しっかりショットでチャンスにつけられるようにはしたいです。調子はどうですか 悪くはないと思っています。一旦米国、本土での試合は終わりという感じです。今週はどのあたりを目標に本当に難しいので、しっかりしっかりしっかり頑張りたいです。笑い。上原選手。今週はロサンゼルスですが、コースを回ってみて、どんな印象ですか天気が悪かったのか、コースの状態はあまり良くない感じがしました。昨日練習した時はあんまり感じなかったですが、 午後は結構風が吹くらしいのであとはドアなし場ですしグリーンの勝負になると思います結構グリーンの傾斜もあるのでどの位置にセカンドショットを打っていくかが大事になってくると思います高低差もありますがどのあたりがキーポイントになってきそうですかやっぱりグリーンですねフォアなし場の上に傾斜が強いのでピンの下にいかにつけられるか打つ回数がやっぱり大事かなと思います 連戦ですが、体調やコンディションはどうですか体調は全然問題なく大丈夫です。今週は4人でのハウスシェアと聞きましたが、楽しく過ごしていますかそうですね、笑い。こんなこと初めてなので、みんなで楽しくやってます。これで米国、本土戦は1区切りという感じですが、今週はどのあたりを目標にしてプレイしますか 最終選出場には、あと50ポイントぐらい必要と思っているので、それを目指してプレーしたいです。ワウワウでは、LPGA メディヒール選手権の模様を、いずれも日本時間で第1日、7日と第2日、8日、最終日、10日は午前6時半から、ワウワウライブ、第3日、9日は午前6時半から、ワウワウプライムで放送。 日本勢に密着する日本人選手専用カメラの映像もワウワウオンデマンドで生配信する。